破損っていうのか、破損の滝まあなんとも惨めな滝だな、さっき見えたあれはい、滝百選、破損の滝です。あ、おはようございます。今日は9月29日、旅行4日目です。今日で和歌山県終わって、昼からは岡山に向かおうと思っています。なんと見えんとこですね。また滝もなんと見えんですね。実はここから歩いて30分ぐらいであの滝のとこ行けると書いてあったけど、とても行く気ないですね。終わり。立派な川だと思ったけど二級河川でしたね、これ。綺麗な川になったな。玉置川か。ここからはもうあの滝が見えんですね、きっと。滝からさっきのとこから1キロ来たとこですけど、結果はあれも1枚取っておくか。平草原っていうのかな、都市公園百選です。朝夕日モニュメント、ここはなんか展望が効く都市公園と書いてありましたけど、見晴らし台っていうのがありますね。ちょっとあっち行ってみようか。ここはもう芝生だけか。馬かこれ、赤馬、へえ、馬の顔、まあそうか。和歌山これが好きですね。紀伊草原っていうもんか、おい、だるま夕日か。明日白浜温泉ですね。大パンの頑張って言われるのはちょっとあれだ。気絶家は名前がすごいですね。気絶するような景色かな。ここ登山用の松山で置いてある。ここは渓谷百選。ここの名所ポイントは、どうだっけと、もう一個ね、多分ああいう、なんだ、壁にほどみさんが掘ったんだな。これが不動だけと好きですね。それだ、ほんで、あと、なんて読むんだ。南岸三尊大石仏、多分あれ崖に仏さんが掘ってあるんだろうな。200m か、楽勝じゃん。気絶するような景色じゃないですね。ここから見るとなかなかね、渓谷の感じですよね。赤い橋があって火がちょっと邪魔だから、大丈夫かな、登山道登山道になってきたのは。これしかないな。長井山村大石仏と、そうですね、そこにありますね。手が邪魔して読めんな。 あれか、おお、仏さんがしっかり彫ってありますね。
3体あるんか。これはなかなかのもんですね。よう掘ったな、しかしあんなとこに。なかなかいい顔してますね、仏さん、こっちの仏さんはあれどこにあるだ、ないじゃないかあれ、あ、これか、違うな、こっちは面だ、これか、あ、これ女の仏さんだな、断崖何だったっけ、断崖第三石大石仏か、自然百選です、高専寺、これですね、和歌山県じゃなくて日本の名木百選のあれがないな、これが伊吹っていうか、はあ、あっちもあるな、こっちは小さいからこっちなんだろうな、私この枝の張り具合がすごい、なんか高専寺にもビクシンと書いてあったけど、いや、仏器のことだろうな、当然。終わり。はい、まあ、百寺巡礼の道成寺です。ここは、安珍清姫という、まあ、伝説っていうのか、神話っていうのかよくないけど、それの、まあ、なんだ、ゆかりのとこらしいですね。なんと書いてあるんだ、これ、なんかかなり古そうですね、なか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 の顔です、書いてあるぞ、日本文の不思議、配置がなんか珍しいのかな、よくわからんな、ああ、なんかこの一直線になんかあるのかな、これわからんですね、1378年か、こちらには三重の塔がある、いろんな不思議があるみたいな、三重の塔の不思議がある、不思議がある、
次何行くのよくわからんですね。山蔵にはちょっとお土産屋さんが並んでますね。あ、そうだ、安心用品のなんか逸話が書いてあるのが何もなかったですね。表面これは熊野古道になってますね。この湯浅に天造物保存地区っていうのがあるんだけど、どこだかわからんな。醤油のあれだと書いてあったけどな。醤油の発祥と書いてあったから、この辺のこと言うんですね、きっと。湯浅のその建造物保存地区っていうのは着水にも入ってなかったから、醤油の匂いがせんな。だけどちょっとした一角だけだな。もう壊れとるけど、これも醤油屋だったんだね、きっと。ほう、伝統地区と書いてあるな。湯浅の醤油の起源、やっぱしお味噌醤油作るあれなんだろうな。仕込み蔵か、この辺があれだね。保存地区でした。はい、これで終わりですね。岩佐町すごいですね。これ温泉です。岩佐温泉、日帰り入浴500円、くちゃくちゃ安いんですよね、これは国民宿舎になってるんだな、ホテルじゃなくて。これはね、500円の安いもんですよ、これ。中は綺麗だったし、湯船はね、小さかったけど、誰もいなかったです。終わり。すごい、鮮やかなサービスエリアですね。ここは中国自動車道の谷市というサービスエリアですね。冬は走ってきた。はい、今日はここで車泊ですね。17時か。ここは休憩所で一杯飲めるね。よかったね。はい。